来週の音侍。来週の壁です。アイデア官僚です。うん、こんにちは。ね、うん、来週の裏メンバーアイデア官僚に来てもらいましたけど、初期面ね、勝つ、うん、うん、ちょっとね、あのカラオケなんですけど、はいはい、今ね、うん、ちょっとそのライブ、昨日がね、トークライブで、今日曜日で、ちょっと3人で集まれへんくて、うん、急遽来れるってなったのが、うん、アイデア官僚しかおらへんかったから、うん、うん、2人で撮ってるけど、まあ、全然いいよ。国民でしょ。ああ、そう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 、国民のみんなが聞いてくれてるからさ、あ、聞いてる人も、うん、お前も、ああ、俺も、ね、大事なみんなも、ああ、まあまあまあ、俺は国民っていうか、困ってたら助ける、スターやけど、スター、うん。俺はスターやけど、スターか、なんかあんまりその一般国民と一緒にせんといてほしいけど、上級国民ってこと？ああそう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 、高等遊民というか、高等遊民、うん、まあまあ、まあ、高く等しく遊ぶ民と書いて高等遊民、まあそうか、うん、まあでもベテランチととわちゃんはね、うん、あの国民やから困ってたら助ける、うん、うんうん、まあ、ということで全員スターやけどね、全員スター、うん、すごいな来週チャンネル、うん、まあ、やっぱ昨日も、うん、トークライブね、あ、スターやから、うん、してきましてね、すごかったんちゃう、うん、キャーキャー、もう出ていってキャー、え、それほんまに言ってる、え、嘘、あ、びっくりした。全然嘘、キャーってすごいキムタクとかな、あ、なってないなってない、あ、よかったよかった、拍手拍手で、拍手な、万来の万来、うん、万来ではあるんや、うん、すごいやん、うん、お疲れ様ですって、お疲れ様です、うん、なんかなんかこんばんはって言おうと思ってたんやけど、うん、なんか気づいたらお疲れ様ですって、社会人すぎんの。お前だけ社会人すぎる、そう、うん、お疲れ様ですで始めるからさ、いつもさ、お世話になっておりますとかね、うん、まあなんかそのクライアントとメールするよりもやっぱその社内でのメールの方が多いから、ああ、そうかそうかそう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 、社内にメールするときはやっぱそのお疲れ様ですから入るから、あ、そうなんや、お疲れ様です、うん、え、中のメール、お疲れ様ですっていいんや。うん。アイデア官僚はさ、うん、あれアイデア官僚はさ、アイデア官僚はさ、一人称アイデア官僚なの。うん、あの、私は。ああ、まあ、原稿とかね。総理の読む原稿とか書いてたら、まあ、私か、一人称は。うん、俺は、そうね、うん、省内のメールは。省内のメール、うん、社内のじゃないもんな。うん。省内のやもんな。お世話になっておりますから、始める。あ、そうなんや。うん、うん、うん。全然そんな上下関係ないで、ああそう、うん、お疲れ様です、だってお前なんかさ、まあ、当然俺もそうやけど、うん、下っ端やけどお疲れ様ですなんや、うん、へえ、そうなんや、めちゃくちゃノリいいし、上司とか、ええー、な、うん、全然ボケてくれるし、ボケてくれる、うん、ほんまに、うん、俺らボケたらあかんねん、え、公務員ってさ、うん、間違えたらあかんねん、ああ、え、それはなんか飲み会とかでもボケへんってこと、うん、ボケゼロ、ゼロボケ、え、ゼロボケな、飲み会、飲み会でどんだけ、うん、みんなベロベロになっても、うん、正しいことだけ積み重ねていく、ほんまに、うん、これ行政の誤謬性って言って、誤謬性、うん、誤謬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 性やと、うん、間違えてはいけない、間違えはないという前提のもとで俺らはやってるから、飲み会とかでも当然間違えない、なんか、うん、その官僚ユーモアみたいなないの、官僚ユーモア、うん、その飲み会とかである定型のユーモアみたいなないの、定型ユーモアか、うん、そうやな、まあなんかよくいやこれほんまに嫌いやねんけど、うん、OK すること、そのやっぱり下から順番に、うん、そのなんか決定する上で下から順番に許可を取っていって、うん、最後大臣が許可して何か決めてる、一個一個許可出ることをクリアっていう、おーおーおー、うん、何のクリアか知らんねんけど、うん、あの代々クリアが出てるから大丈夫とか、日常会話で言われんねんけど、はいはい、サブイボ立つ。勘弁してほしい、はいはい、鳥肌ね、うん、鳥肌の関西弁ね、サブイボ、うん、うん、それやべっちしか言わへんから、それやべっち FC で、マジやべひろゆきが言うね、それやべっち FC 通ってんのお前だけやん、え全員見てたんじゃないの、ポケモンやから全員やってる、俺が見てたってことは全員見てたんじゃない、やべっち FC 当然通ってないから、やべっち FC 知らん、やべっち寿司しか見てないから、サブイボーって言うの知らん、サブイボーって言うの、なんかそのめちゃくちゃいいプレーが出た時にそのやべっちがその
お決まりで、サブイボ立ったわ、みたいな。ホーステの熱盛りみたいな。ああ、そうそうそう。サブイボうん。きっしょ。何それ。めっちゃおもろいよ。うん。そう。あと、堀池匠っていうやつが。堀池匠、うん、うん。OB の。OB の。そう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 。解説家用してるやつが。はい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 、ここが匠。ここが匠うん。なんかちょっとあれやな、野球、俺サッカーは見んくて野球しか見えへんから、うん、その語彙がちょっとずれてるのが気持ち悪いな、うん、ここが匠、うん、そのうまいプレーにやっぱここが匠、うん、ここが匠のコーナーがあるから、まずここが匠、堀池匠が選ぶ、うん、ここが匠 の、 その今週のベストみたいなのがある。で、ここが匠っていうコーナーがあるのと、前厚森と同じ、あとなんかその、うん、ほんまめっちゃいいプレー出た時に、うん、エロっていうチャラチャラしてるなサッカーは、うん、やっぱ野球と違うて、エロいねーって、エロいねー、うん、あー、まあ、もううますぎて、確かによく言うタッチがエロいとか、いやそうサッカーの、そう、うん、あの、いやその大谷翔平が別にその片膝つきながらホームラン打つとかも、うん、エロいやどこがエロいエロいかバチコーンって打ってるだけやねんから、そうパリーグ TV とかやったらさ、やっぱその、うん、柳田の変態ホームランとか言うやん。あ、変態言う。あ、そう。確かに。そう、うん。それと一緒。おー。変態的なプレーに対して、エロい。エロいね。チャラチャラしてるな、サッカーは。そんなことない。やっぱ、後輩やからやっぱ、アイデア完了はさ。ええて。アイデア完了やっぱ後輩やから。ピン芸人じゃないんだから。アイデア完了、この前ええって。何やっけ？え？ね、うん。あ、トークライブ？トークライブ、そうそうそう。あ、そう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 。なんか、キャーでは、バンダイの拍手受けて、そうそうそう、そう。で、その、お前がね、うん、その前日に、ベテランチと会っとったんかな？うんうん。おとつい。うんうん。有給取ってね、午後たまたま。はい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 。うん、大手だな。で、なんか、その時になんか、なんか俺のことを、なんか、ゲロブスって言ったっていう、うん、うん、なんか俺のことを、うん、そのなんか今はその顔ファンみたいな、ああ、うん、そのそうやな、いっぱいおるよね、ガチ恋のファンみたいなのがおるけど、なんか見てても壁さん今日美女爆発してるとかね、前髪下ろしてるのかっこいいとか、上げててもかっこいいとかね、自信ついてるわ、うん、まあそうなんやけど、うん、だからそれに対してそのちょっと不満があって、うん、なんか不満があって、いやほんまはほんまはブスやねんけどな、みたいな。よう見たらブスやけどな、みたいな言ってたっていう話がなんか受けてて。受けてて、うん、うん。まあ俺はその、今笑ったやつ全員帰れよって言ったんやけど。怖っ。言ったんやけど。受けてたってことはもう結構大半に帰れよって言ってたもんすよ。うん、なんか共感を得てしまってたというか。共感の笑い。あ、裏切り、うん、もう共感の笑いやったんや。わからん。うん、その裏切りやと思ってる人もいるし、うん、共感やと思ってる人もいるっていう、うん、まあ一番ちょうどいいというか。まあそれは共感うんちゃう。だってゲロブスやしきね。ゲロブスやから。ゲロブスそうやって。ゲロブスなんか、俺ゲロブスだからエピソード、前日に会って確かに俺言ったよ。うん。20回ぐらいゲロブスやって。20回も、うん、ゲロブスって、うん、ああ、まさか笑うか。ベテランチが笑うからさ。まあ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 。うん。うん、なんか、もう、いつまで笑わんくなるのかなと思って俺も何回も言ってたけど、ずっと笑ってて。うん、まあでもさ、共感生むよな。だってゲロブスやねんから。やってけへんな。ええ。全然ツボ違うやん。俺がゲロブスって20回ぐらい笑ってたの、あいつ。うん。やってけへんわ。めっちゃ笑ってたじゃん。あいつとはやってけへんわ。笑ってたっていうのもなんかこいつヤバッと俺が、ね、うん、ゲロブスっていうのがヤバッの笑いとかじゃなくて、ほんまこいつ嬉しいやっちゃでっていう笑い方してた、俺もそう思ってたわ。いやツボ違うな。いやでも来週のその俺裏メンバーも含め、俺、うん、アイデア関連とベテランちゃゲロブスと思ってるから、あそんなにマイノリティ、めちゃマイノリティではないようなんかだからそう美女爆発してるとかみんなよう言うけど、うん、そのだらける闇、うん、あの頑張る違うが頑張る闇だらける光とかでハッシュタグで、うん、俺もちょっとどんな感想つぶやかれてるかなと、うん、足長すぎる壁さんと、ああそれはそうよ、ほんまにこれわかんねん、長いわかるよな、うん、壁さん顔ちっちゃい、うん、わかる、ちっちゃいからな、生で見たらめっちゃかっこよかった、うん、えぐないこれえやばいって、俺顔小さくてブスってこと、足長くて顔小さい、
ブス。え、世にも珍しい。なんか顔小さくてブサイクなやつとか。そうチーブス？あれかな。だからいや、ほんまにかっこよく、なんか冗談で言ってんのかなって思ってたけど。チーブサ？チーブサ？時間逆。チーブサ俺。チーブサ？その4証言あって、デカブサとデカカワと、うん、チーカワとチーブサとって。お前は。ベテランチはデカブサやけど。おーい。え？デカではあるの。顔デカ。顔デカではある。え？まあまあまあ。顔確かに何ぐらいでかいかな。めっちゃでかいなってやっぱり思う例えとしては、あの、うん、米田のサンドイッチよりでかいな。おお、でかいか。めっちゃでかい。よりでかいねんから。ただでさえでかいのに。まあ、何ぐらいでかいか。何。うん。何ぐらい。何でかいな。何ぐらいでかいか。何ぐらいでかいし。細長くはないけど何ぐらいでかいか。おかわりとか出てくるもんな。ピザぐらいでかいか。ピザぐらいでかいか。ピザぐらいでかい、うん、そんなでかかったっけ、うん、今度ちゃんと見てみよう。なんかマジで確かにそのドミノピザで、うん、そのデリバリーで、はいはいはい、SM選ぶなんかベテランチの顔のサイズのピザを頼んだら、うんうん、なんか俺の顔のサイズのピザ無料らしい。割にお前のは高いなるんや。うん。でかいから。そうドミノピザ、ね、L サイズが採用選してS サイズが無料になんで。あれ、うん、ポテトとかもついてくる。うん。確かにね、1個丸前だと大きいから8分の1だけ食べる、うん、そう12分の1だけ食べるとか、うん、そういうことや、うん、まあそうだな。まあチーブさ、チーブチーブださ、あれちゃうだからさ、俺よう腹立ってた。小学校の時に、うん、先生が字綺麗とか褒める女子おるやん。うん、大体字ちっちゃいねん。はいはいはい、はい、字ちっちゃいから綺麗に見えてるだけやんけ。それお前お前顔ちっちゃいからかっこよくごまかせてるんちゃうかなって思ってるんちゃう。俺字でか綺麗けどな。でか綺麗なんや、4証言で、うん、俺字はでか綺麗な、うんうん、俺はちっちゃくて汚い。チーブサなんや。そう、俺血汚い。ああ、だからそれ、いやだからほんまにみんな見えへん。なるほどな。おいそうだから、ちっちゃくまとまってるから、うん、なんか綺麗に見えてるだけなんや。うん、そう、アイデア官僚はさ、やっぱり常日頃。そう、もうこれちょっとしんどい。あの、うん、動画見てて腹立ってる、うん、そのベテランチ美女ようなってる。これ事実、全然なんとも思わへん、なんとも思わへんの。ごめん、うん、だからそうかっこよくなってる、うん、うん、とはほんまに愛くるしい、かわいい、うん、あのかっこいいとか、うん、わかる、うん、沼っちゃう、うん、沼っちゃうみたいな。有能すぎ、これわかる、うん、コメント欄大体納得できるけど、うん、お前とかっこいいって言ってるんだけど、ほんまに、俺普通にあの低評価つけてる。え、全部それに、え、そのコメント全部に。え、じゃあ評価高い順で出にくくしてるってこと。うん、え、間違ってんのから正さな。こんなこんな日本は変えなあかんと思って。1個国の問題、国の問題、教育の敗北。いやー、やっぱね、義務教育ロゼ、うーん、初等教育バカにならん。うわー、うーん、なんだよな、道徳の時間全部寝てたんかな。違う、美術図画工作かな。うん、図工の時間寝てたら、え、俺って作画崩壊してる。そう、パース狂ってるお前。あ、ほんまに、うん、なんかお前そうだな、うん、遠近感おかしい、遠近感、ああそうかも、うんうんうん、あ、でも顔ちっちゃすぎて遠近感おかしいみたいなのはよう言われるかも。それはまあ、足長いしな、か、うん、そうだから混乱状態に、お前を見たら混乱状態に陥るんだ。うん、ああ、キャパオーバーしちゃう、味わったことない感情になる顔。うん、ああで、あの、なんかかっこいいかもってみんな言ってる。ああ、もう分からんくなっちゃって、うん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 、分からんってことはかっこええんかもなって思ってんねや、みんな。そう、うん、あれと一緒やな、なんかあのあれなんかな、だから誰もまだかっこいいって言ってなさそうだから最初にかっこいいって言いたいんかな、みんな。ああ、その、うん、なんやろ、二開拓の市場に、うん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 、ビジネスチャンスがあるみたいな、うん、逆張りとも言えるし、うん、まあまあ、もっと平たく言えばお前の顔かっこいいって言ってる自分が好き。はいはいはい、パクチーとかで一緒。はい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 、うん、嬉しいね、パクチーやな、お前。パクチーは嬉しいな。お前パクチー好きな人もおるよ、うん、お前がいくらゲロブスでもお前の顔好きな人もおる、それは。そうやね、うん、それはおる。でも大半はお前の顔好きって言ってる私が好き、うん、パクチーと一緒。いや、もう全然、あ、そう、もうほんまにそれトークライブで、まあ、その話出て
そうお前がそれ言ってたっていうので、うんうん、そのお前なんかその俺の顔好きって言ってるやつは、うん、そう自分そのそう思ってる自分が好きなだけみたいな、うん、まあそうだろうなもその言ってて、うんうん、まあ、俺はそれどう思ったかっていうとそのほんまに俺の顔が好きっていうことでその自分を好きになれるんやったらええんちゃうっていう、あー、うん、なんかまあでもほんまはまっすぐかっこいい方が良かったよね。まあでも全然その人がほんまに自分のこと好きになれるんだったらそれ一番やし、うん、俺は自分のこと好きやし、うん、趣味が合うなってこと、まあ、趣味が合うというか、カフェちゃんのこともっと知りたいなのと、うんうんうん、趣味が合うな、趣味が合うなっていうのは、まあいいんちゃう、なんかそのパクチー好き好き言うてる同士で一緒にご飯食べに行った、うん、だってパクチー食いに行けんねんもんな、うん、うん、めっちゃええよ、まあ、俺はパクチー好きやねんけど、おお、うん、じゃああんまり例えとしてよくないかそうか、うん、でもだよなほんまに、これももしかしたらライブで話したかもしれないけどさ、うん、お前ってその分類、今ある分類に属してないのよ、はいはい、言ってた言ってた言ってた、うん、あの醤油顔とか塩顔か、やっぱり塩顔、うん、ソース顔、醤油顔って言われてるけど、うん、お前どれでも、ね、うん、言うならナンプラ顔、ありがとう、ナンプラ顔やね、お前ありがとう、ナンプラもやっぱナンプラ好きって言ってる私が好きのやつやから、やっぱ、うん、まあ、いやすごくいいよ、俺ナンプラ好きやけど結局ね、そのナンプラ顔すぎねんな、うん、深く好きになるのってそういうことやから、やっぱり、うん、そ広く浅くの人のことをそんなに真剣に好きな人ってあんまおらんけど、その狭く深くその好きな人というか、まあその狭い人でやっぱりその、うん、それを好きっていうことにも愛着持ってそのどんどん深まっていくから、うん、まあ、うん、すごいいいことではあるんだよな。ほんまに好きなやつが好きって言ってるのは構わへんのけど、うん、俺がほんまに怒ってるのは、うん、そういうやつはあの好きっていうことを発信したがる、うん、コメ欄にだから100人に1人しかお前のことかっこいいと思ってへんのに、うん、その100分の99より100分の1のやつが他の人の100倍の強度で発信するから、うん、コメ欄にお前のことかっこいいって言ってるやつが多すぎる、ありがたいこと、許されへん、ほんまに、これ投票、これだからコメント、カメちゃんのことゲロブスやなと思って、うん、あのゲロブスやなってコメントしてへんやつは投票行ってないのと一緒、あーそうね、うん、お前多数決の世界で生きてるからやっぱりつまらんつまらん世界やで、お前、うーん、物事多数決じゃないから、あそこはもうコメントできんけど、うん、一票の重さみたいなのないから、いやもう投票行こう、だからコメントしよう、草壁ゲロブスって、え、うん、投票にも行くし草壁ゲロブスと言う、うん、100分の99は、はいはいはい、はい、それでやっぱ正しい世の中が実現できると俺は思ってる、なるほどね、うるさい、しょっつる顔でもあるよなお前、うん、うん、それも言ってたと、 XO じゃんでもいいし、めっちゃええやん、罰と生まれた罪とみたいやん、めっちゃええやん、まああれか、こうやって今俺にこんなにケチョンケチョンに言われて、うん、怒らない自分みたいなね、またファン増やそうとしてる、いやあのね、それめっちゃ嬉しくてめっちゃ嬉しくて、社会人みたいな話の入り方、うん、なんかその2つあってみたいな、トークライブでは言ってなかったけど、うん、その後飲みに行った時に、うん、そのベテランチが、うんうん、なんかお前から、お前が言うにはなんかゲロブスっていじったらそのすごい俺が嬉しそうにしてるみたいな、あ、うん、言ってたって言ってて、ほんまにそうで、あ、そう、まあ、まあ確かに俺別に今回初めてじゃないもんな、お前にゲロブスいじりするの、うんうんうん、まあ、なんかそのまあ余裕があるっていうのもあんねんけど、うん、別にえ、まあそんな誰が言おうが別に人気あるし、かつく、うん、そのうん、なんか全然ね、うん、そう余裕があるっていうのもあんねんけど、どっちかというとね、うん、どっちかというと、うん、余裕があるより、ちょっと過大評価に耐えれてないくて実は重荷に感じてるんや、うん、なんかイケメンって言われてること、うん、恋愛マスターとか、そうやな、うん、なんかかっこいいみたいなんとか、まあ言ったらない、まあそのうん、まあ今までの俺からしたらその考えられへんようなその評価を受けてしまってるせいで、そうやな、同じコミュニティでイケメンキャラ、恋愛上手キャラみたいになったこと今までないけど、うん、ないし、来週の3人で今担わされてる、そう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 、お前ってっていうのがね、やっぱその荷が重くてちょっとかわいそうかも、うん、それは、うん、そのファンが言ってくれる分にはすごいありがたいんやけど、うんうん、その身近なお前とかに、
そのゲロブスって言ってもらえたら、あ、そうやんなって、あ、うん、なるほどね、落ち着けるというか、うん、しんどいからさ、やっぱりその十字架背負ってるというかさ、ほんまにスターやんこいつ、うん、スターのやつが一回その昔の自分を思い出させてもらえるスターのやつが同窓会とか幼馴染と会って、うん、普段昔みたいに接してくれるのが嬉しい。ああ、ほんまにそう。ほんまにそうなんかい。ほんまにそう。ほんまにそう。うん。そうなんや。俺と、やっぱしんどいもん、そう、なんか野球サークルの友達とかと会って、うん、え、ガブさんですかみたいな。うん、ああ、まあまあ、それは言われるやろうな。うんうんうん。うん、今まで普通に接してくれてたやつも、有名人いじりというか、うんうん、なんならその、いじるまでいけたらええ方で、うん、なんかもう、なんやろ、どんな感じなんとか、変に良い人とか、いくらもらってんのとか、逆にマウント取ってきたりとか、うん、そういうやつも多いもんな、きっとな、知らんけど、うん、ってなってくるってなったとこで、お前が一生懸命背負ってる、うん、あのイケメンキャラっていう荷物を、うん、スッと下ろしてくれる俺のことが、うん、ありがたい、嬉しいんや、うん、かわいそう、こいつありがたいね、うん、かわいそうやな初心に帰らせてくれるよね、うん、もっと可愛くならなきゃって思えるしな女の子やったらみたいな、うん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 、うん、もっと頑張ろう、まあ、満身せずにも済むし、全然ネイルとかしようかなとか思うしな、やっぱり俺もこんだけいじっといて、まあなんぼな出会ってから十何年の信頼があってもさすがに気づいてへんかなとか、ちょっとやりすぎてへんかなとか思ってたけど、うん、そうならよかった、そうね、うん、ネイルしたいな、ネイルしたい、うん、えゲロブスやのにゲロブスネイル、いや、なんかネイルゲロブス黄色の黄色黄色のネイルしたいなって、きっしょ、うん、いや、お前会社でめっちゃ悪口言われるって、え、カビくんなんか YouTube みたいな活動やってるらしいけど、なんか黄色のネイルなくしちゃって、いや、ちょっと社会人としてどうなの、 WBC 見てたらさ、おお、 WBC 海外の黄色いネイルしててさ、おお、かっこええなって思って、どういうことそれかっこいいとかで、うん、ほんまにやりたい、うん、全然気持ち悪い、全然、うん、今のはだからその回はそのかっこいいためにネイルしてるんじゃなくて、サインが見やすいようにネイルしてんねんでっていうのが、あ、ごめんごめん、欲しかったあるけどキャッチャーとかのやつが、うん、あるけど何本指出してるか分かりやすいから、あ、そうあるけど、あ、確かにそうよ、そう、うん、悔しい、ごめん、ちょっとこいつゲロブスいじりされながらも返す刀狙ってんねや怖っ、いや、そらそう気抜けへんな、俺もなんかこっちが刺したから勝ったと思ってたらカウンターパンチ狙ってたよ、えぐ、そらそうよ、え、これが音侍か、やばい剣豪の、あ、侍剣豪の呼吸、ちゃう、恥ずかしい恥ずかしい、侍に意味持たせ始めたら恥ずかしい恥ずかしい、音で戦ってるしな、うん、うわ、恥ずかしい、すごいな、うん、抹茶侍いい、させてもらって抹茶侍、うん、どういうこと、吉田正尚さん、いやいや、左下に書かれてるマッチョ侍、びっくりした、みたいにね、その元侍ですから、我々は、うん、で、その、どうやったの、ライブは、おお、その、どっちですか、東京会場ですか、あ、そうね、東京会場、うん、いや、もう、うまいこと言ったね、ほんま、うん、毎回うまくいったって話聞くな、うん、見に行けばよかった、いや、来てほしかったな、うん、あ、なんかな、でもな、一個な、後悔あってな、後悔、そんなうまくいったのに、うん、なんかドアが腕時計つけてて、おお、で、腕時計お父さんにもらったんって言って、うんうんうん、よくお父さんにもらってるからね、カバンとか、そうそうそう、お父さんにもらったって言うから、うん、ほな、お父さんにもらったんやったら近くで見なあかんかって言って、うん、そのベテランちょっと2人で、うん、その2人でその近づいてダサいか確認しに、ダサいか確認しに行ったんやけど、うん、あのほんまにその場で行動してるから、うん、あの何も言うこと思いつかへんくてライブやな、うん、うん、ちっちゃいなぁって弱うん、これだけほんまに取り返したいな、そういうの悔しいな、うん、あ、他はもうまあまあ気の利いたことをいいペースで、うん、うん、ほんまそこだけ、そこだけ思いつくんで、おお、ちっちゃいなって言っちゃった弱すぎる、うん、ベテチーももう特に
いやもうなんかその両方その思いつかへんなーって顔してて、うん、なんか大体なんか2人で行ったらどっちが面白いこと言うやろって、うん、どっちかがいけるやろって思ったんやけど、うん、そのなんか全然思いつかへんくて、なんかベテランチもなんかここへで面白くてお客さん聞こえてへんぐらいの声で、うん、マイク入ってたかもしれんけど、うん、面白くて言われて、うーん、ちっちゃいなーってちょっとお前やば、うん、そこだけほんまになんかどうしたらいいか分からへんかったな。動画やったらそんなん切れるけど、絶対切るよ。ライブやったらな、それも全部お客さんに見られてまうわけやから、うん、それはそれで醍醐味でもあるから、そう、あんまり引きずらん方がいいんちゃう、うん、いや俺さ、自分でやるってなったらゾッとするわ、確かに。それやろ、思いつかんかったらってな。そうやんな、なんかな、別にな、うん、ダサいとかかっこいいとかでもなかったやんそう、なんか黒の、うん、黒のなんかゴムっぽい感じで、うん、G-SHOCK みたいな、で G-SHOCK で、 G-SHOCK のね、あのでデジタルで、はいはいはい、いっちゃん普通やん。いや、そうやね、うん、大人が持ってても子供が持ってても、うん、あの、なんていうかカッコつくやつよな。そう、まあまあまあ、マジで言うことなくて、マジで言うことなくて。お父さんもあれかな、やっぱカバンダサいって言われて気使った。ああ、もっと前かららしい。ああ、もっと前から、うん、あ、まあまあ、うん、まあ確かに言うこと、え、今やったらなんて言おうとかあるの。うん、だからこう、俺が時計、そうね、お父さんからもらったんすよ、うん、で近くで見に行って、うん、まあ、さ、一個パターンとしては僕、草壁の脳みその中をね、まあ、聞いてもらってるわけで、近くで見たらめっちゃ黒いやんとか、あー、さ、遠くから見てても黒いのみんな分かってて近くで見たらめっちゃ黒いやんとか、うんうんうん、なんか、まあデジタルやからなんか、時間正確そうやなとかうん、まあでもちょっと聞いてる感じ小さいな、でも同じぐらいかな、うん、外しやから、うん、なんかそのパコーンっていうのはマジで、まあまあまあ、うん、今日シャワー浴びてる時考えたけどめっちゃ反省してるやん。全然思いつかへんかったなお前それ、うん、何年後とかでもベッドの中で思い出してあーってなってちゃう全然思いつかへんかったなそれ悔しいな。悔しかったな、そこだけ。でもいいよ、1ミス。じゃあミスじゃない、良かった話よ。どんなやったん。そう、その、うん、来てへん人の方が多いわけや、聞いてる人。なんか、うん、その、夏美の動画を、うん、その、神戸の方で、はいはいはい、その先行上映して、そうやな、暗闇で、そう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 、言うとあかんこと言う。で、その後、YouTube で上げて、うんうん、でその時にその俺がチンチン出すくだりが、ね、うん、その YouTube のバージョンやったらその俺の顔が、うん、その緑の丸に囲まれてて、うん、でバーンって、うん、その俺のチンチンのところにかぶさってるけど、よくテレビとかで見るやつ、そう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 、一応、うん、その先行上映した時はそれなくて、え、生チン、あ、違う、モザイクだけ。あ、モザイク、びっくりした。そんな300人、350人とかの前で生チン出す、生チン出してたらめっちゃ犯罪よ。いや、大犯罪。ほんま、そうやな、よかったよかった。不可避の露出鏡になっちゃうから、それは、はいはいはい、一応なんかチンチンの輪郭見えるか見えへんかぐらいのボイボイボイのやつ。いや、ほんまに俺は結構隠したつもりやったんやけど、うん、うん、編集してるからね、お前が、うん、ほんまになんか色でどのマスに入ってるか分かるみたいなうん、うん、言われて、え、あの、この 2×8 が壁チンやなっていうのが分かったみたいな、うん、あ、あ、あ、おもろ。その 2×8 やったらちょっと勃起してることになってますけど分からんけどさ、うん、うん、その確かにそうやな、うん、モザイクが荒くて、うん、で、その、まあ、そのライブ見に行った人の感想で、うん、なんかモザイク薄すぎてほぼチンチンでしたみたいなコメントがそのツイートされてたぞみたいなそのいじりがあってでその時になんかトワが、うん、そのいや 4×4 やってもうほんま見えすぎてたけど、うん、いやだからほんまはなんか 16×16 ぐらいでやらなあかんのにみたいな、うん、言って、俺は、まあ、まあそこ
ちょっと違和感感じたけどスルーしてたんやけど、うん、まあ何も言わずとりあえず、そう、最後ゲストで今井出てきて、うん、ちょっとあのなんか言いたいことあるって言ったら、ああそれ一通りちょっと喋って、うん、まず言い残したことあるみたいな、まず今井がね、ああ出てくれた、そうそうそう、うん、まあ、この話も後やるよ袖で見てくれてて、うん、そこの下りやからね、そうそうそう、出てもらおうみたいなんで、うん、出てもらって、うん、でまあ一通りそのいろいろ喋った後、うん、そのなんか言い残したことあるみたいな、はいはい、振ったら、うん、いやトアがその最初のオープニングトークでそのモザイクの話した時にその 4×4 じゃなくて 16×16 にしなあかんって言ってたけど、うんうん、逆ちゃうってさすがやな数字だけ強いやっぱさすがや、いやほんまに逆やかな、うん、その伏線回収みたいな受けてたやっぱ、うん、そう俺はなんか、うん、4cm×4cm じゃなくて 16cm×16cm しなあかんみたいな意味でモザイクを大きくしないといけないっていう言ったんかなって思って、うん、まあそのわざわざ指摘することでもないかと思って、はいはいはい、ピクセルの話じゃなくね、うん、それずっと今引っかかったらしくてそれ最初に思って最後まで持っていけんのも今いやなマジで、うん、時間の魔術師そういうとこあるわ、うん、面白、うん、すごいな、いや今井出てくれたってなあよかったな、うん、見たかったそれ、うん、今井の話はどうなんできる範囲で、いやもうなんかずっと阪神の帽子かぶってたおっちゃんや、うん、あいつすぎるな、まあ、写真写ってたな、うん、それでのと、うん、なんかバッテラ差し入れしてくれて、バッテラあの押し寿司みたいなやつ、サバ寿司、うんうんうん、差し入れしてくれて、なんかそのおじいやん、うん、阪神のキャップかぶってやつがバッテラ、うん、大阪関西じじいやんマジで、もうワンカップ大関持ってないとおかしいもんな、うん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 、片手にワンカップ大関が足りてないよな足りてない、阪神のキャップかぶってバッテラ持ってきてたらあのスーパーの怒りで買うてきたからって言って渡してきそう、うん、うん、パチンコもするしな、パチンコも俺はパチンコ連れてかれたしな、今井に一回、あ、そうやっけ、うん、俺一回しかパチンコしたことないもん、それのお今井に、うん、あ、あれかなんや、クリスマスプレゼントみたいな時の、あ、違う、それとは別で、うん、普通に遊んだ時に、うん、なんか暇やからパチンコついてきてやみたいな一人で暇な時に行けやなんでやねん、うん、やらされたおっちゃんやん、うん、600円ぐらい買ったんやけど、600円買ったんお前すごいやんビギナーズラックやな、600円ぐらい買ったんやけど取りがち、うん、そうバッテラーを、うん、そのほんまスタッフさんがさ8人ぐらいでおって、うん、だからまあなんかバッテラー15個ぐらい差し入れしてくれたんやけど、え、それは16切れとかじゃん、あ、16切れ、あ、16切れぐらいのやつをちょうどいいな、差し入れしてくれたんやけど、気ぃ利くな、なんかベテランチが一人で7個食ってた顔でかいからちゃう顔でかいからか、顔でかいからやん、うん、俺は1個やったし、ああ顔ちっちゃいからや、うん、とは2個やったし、ああ顔普通やからな、うん、うん、ベテちゃん7個食ってベテちゃん7個バテラ好きやったかな、俺も好きよ、うん、いやいやうまいけどうまいスタッフにいやお前って言って差し入れしてくれてて、うん、スタッフさんも食べてたのにそれのせいで食べれてないスタッフさんとかもおった、かわいそう全然、いやいつそういうとこほんま自己中やから、うん、今いいとこやけど、ええとこやけどびっくりするなんかそのリハで、うん、そのマイクの音量をチェックしなあかんみたいなので、うん、その音響のスタッフさんがわざわざ楽屋まで来てくれて、うんうん、まあ、ちょっと落ち着いたらでいいんでそのマイクチェックお願いしますみたいな、あ、はいはいはい、言いに行ってくれて、うん、あ、はいはい、で俺はもうチェックするためにも袖におってちょっと呼んできてみたいな言ったんやけど、はいはいはい、なんかそっからなんか5分10分こうへんくて、うわ見に行ったらバッテラー食っててそのめっちゃ落ち着いてるくせに、うん、その落ち着いたらって言われたかなって言ってた食の優先順位高いんや、落ち着いてんのに
バッテラ食ってるってことはすごい落ち着いてんのに、で落ち着いたら来いよって言われたの。え、俺今バッテラ食ってんですよって言われることやねん。そう、気持ち悪い。ほんまにマジで意味わからなかった。いやほんまにあいつだから若くてまだその美しくて、うん、その数字持ってるから文句言わんけど、ほんまにただのおっさんがそれやったらブチ切れてます、うん、いやほんまにそうよ。気色悪い、うん、おもろてか普通に集合2、30分遅刻してきてたから、30分ぐらい遅刻してきてたから、うん、それで、うん、その流す動画の音量チェックとか、はいはいはい、全部俺一人でやって、うわそれで遅れてきたのにバッテラ食ってた。マイクチェックしろ言われてんのに。で社長 会長やんあいつも。調子乗っとんなさすがに、うん、さすがにあかんかった。さすがにあかんな、ちゃんと、うん、でもそれは文句苦言を呈したわけ。いやお前それはスタッフさんも段取りあんねんから来てもらわんととか言い合える関係なんて今来週は。まあ一応ね、あ言うと言ってた、ああ言葉通り捉えてたわって言ってた。あっけらかんと、うん、言葉通り捉えてたわって反省の弁で言うやつ腹立ちすぎやろ。ムカつくな。そうやな、お前がそういう言葉で言ったのが悪いけどなって言うのも含まれてるやん、うん、めっちゃムカつくやん、うん、やったら分かるように言ってっていう嫌味が、うん、なんとも思わへんかったな。慣れすぎてて、まあ、そうやんな、うん、だからうまくいってんねやけど、うん、俺やったらちょっと「いやお前いい加減しろよ」って言ってまう、うん、おもろ、まあしょうがないな、面白いから、うん、そういうのも含めライブやからな、やっぱ脱換算ね、うん、うん、やっぱな、その裏話や、強いトラウマとかがあった時になんか強い刺激を与えることで慣れていくみたいな、脱監査って言うねんけど、脱監査、うん、むずい言葉知ってるな、うん、それって陰謀とどっちが難しい、陰謀言葉として陰謀の方が難しい、うん、脱監査分かるもん、分からん、脱監査、まあでもそうか、感情が作動するのを脱出するって書いて脱監査だから、うんね、うん、そう分かる。なんかゼミで、うん、その英語のそのなんか論文みたいなのを、はいはいはい、読んでた時にそれのなんか和訳のサイトみたいなのがあって、うん、でその英語を和訳した状態で要約するっていう課題が与えられとって、でもその書物にそもそも和訳のサイトがあったから、あラッキー、それを見て要約したんやけど、そこにその脱監査って書いてあったせいで、その要約で脱監査って書いたら、うんうん、そんなん分かるわけないやんってなってバレたことある。なようやく作ってるやつが賢すぎて、うん、引っ張ってきてるのバレてもんかい、うん、脱監査ってなんなんて教授も言ってたし、うん、知らない、難しすぎ、うん、でも医学用語らしい、ああなるほどね、精神、うん、なんか分からんけど心理学用語みたいな、そう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 、でも陰謀とどっちが難しかって言ったら、ねえ陰謀やな、何やねんそれ、本部やから意味分かることない。陰部から生えてる系でしかないから、いえいえそんな単純じゃないから陰謀って陰謀の肩持つねんこいつ、陰謀の見方お前だけやから脱感想、うん、縮れる光やから、縮れる光ライブ、うん、来週第3回トークライブ、うん、真っ直ぐじゃない、縮れる光やから闇やろどっちかっていう全然分からへんねんな。確かに羊毛やったら光か、そう、陰毛やから、陰毛やから確かに、ちじる闇やで、陰毛ちじれる闇か、ちじれる、かっこいい、次のライブとかそういうちじれる闇、ちじれる闇、ステッカーでちじれる闇、恥ずかしい、俺らの賃金をラミネート加工して売るか、ピコパイしょうか、え冗談でもそんなこと言うなよ、チンゲラミネート、え、なんて言った今、え、チンゲをラミネート加工してしおりにして売ろっか、そんなビジネス当てたまるかお前やばい、訴えられるってそれ、お前押し花とかね、あるからね、ネットニュースじゃすまんぞ、押し花とかあるから肌と一緒にすんなお前の陰謀、でもあれか、押し花みたいにしてもうたら縮れへんくなってまうか、いやいや、まっすぐなってまうか、そんなことないって、縮れたまんまやって多分、あ、ほんまに、いやいや、そうちゃう、一方向じゃないか、縮れ方が、え、
うん、いやなんかネジうわ、むず立体あーお前また陰謀難しいってむず一方向では捉えられへんのか立体を陰謀の縮れ方ってうわ XY だけじゃ捉えきれへん Z も必要になるあーじゃあ無理やんうんそれ一個ひねってくっつけたらもう30バリむずいやん数三やん確かに人飛ばしはいらんかうん数三うわ数三もわからんわ数三もわからんさすがに陰謀数三範囲なうんイエイうわー無理やなそれはそうか全勤戦とかと一緒やな全勤戦別に数2でもあるとかないかえあそうやっけあると思うよよっしゃむずい数3かうんまあまあまあお前にとってはなそれぐらい手の届かない想像やなうん全勤戦って前立戦みたいな弱いって全勤戦って前立戦お前なんやねんほんまに新幹線みたいな電気椅子って新幹線みたいやなあああと他何があるえあと全金線みたいな言葉、うん、ウィルキンソンとかうん3つだけになった、うん母音はじゃあパンモンジャンとかねあ、うん、焼肉屋みたいな地名はい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 、はい、あれね38度線とかにあるそうそうそう38度線って全金線みたいやなんで今ギャグディベート始まってるのえ俺との会話尽きたまだライブの話の途中やろうんやっぱな触れたらあかん部分がいっぱいあるからな国の国のうん国怖いからなあそうかうん、国の闇に触れるのはやっぱ怖いなどういうこと？え？え？あ、俺の話ってこと？あ、そう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 あ、ライブの話がさまだあるんじゃないあ、ライブの話？あ、終わった後、うん、行った居酒屋がはいはいはい、西荻で行ったの？あ、いや、吉祥寺で行ったんだけど吉祥寺ね、うん、隣やからあの濱家っていう居酒屋なんやけど珍しい、うん、かまいたちのあの字と一緒あの字の一緒のマジで濱家っていう実家のわけないか関東京の、うん、居酒屋なんやけど、うん、すっごい店員の態度悪かった濱家のうん最悪やん飯はうまかったんやけどどんな態度やったいやなんか最初なんかすいませんっていう、うん、ちょっとベテランちゃんちょっと声ちっちゃくて、はいはいはい、すいませんみたいな、うん、でなんか全然何の反応もなくて、うん、店員がで聞こえてへんのかなと思って、はいはい、俺がでっかい声ですいませんって言ったら、うん、言い直してあげないお前ね、うん、言ったら次行きますって言われて分かってたでみたいなうんで次行きますって言われて食い気味にうん気色悪いだると思って怒りすぎやろうざと思ってちょっと怒りすぎやけどないやまあ、うん、なんかほんまなんかそれぐらいなんか腹立つ感じやったんやその、うん切り捨てるみたいな感じでその、うん、次行きますって言われてうざってなってで、その後なんかほんまにいやここに別にその移動すんのもだるいから、うん、まあここにいときたいうん、まあねわざわざ店変えるっていうのもねくてで、なんかほんまにその俺と今井はなんかもうここにおっときたいからその店員が飯持ってくるときに、うんうん、うわっうまそうみたいな危険との作戦来たんや、うんうんうん、意外やろいいお客さん、うん、俺と今井今井が俺と今井なんやって思うやんうんとわちゃんがやりそうだけど、うんうん、そう意外と俺と今井が、うん、うまそうみたいな愛苦しいな、うん、その自分らが心地悪くなりたくないから、うんうんうん、こっちも気持ちいいしそれ言ってると店員さんも、まあ、態度良くなるかもしれないしな、うん、言ってたけどなんかとあとベテランチはなんかすごいうんみたいな意外やなうんとはもなんか別に、はあ、なんにもその工夫はなくなるほどなとは何の工夫もなくてベテラン長はなんか気づかせてあげた方がいいっていう理由でより態度悪くしてたお前おかしいぞってうんそいつに
そいつの今後のためには気づかせてあげた方がいいって言って、あー優しいとも言えるけどな。まあでもな、うん、無理やからな、人間何十年生きてきてもうそう性質変えられへんからな。だから俺はその北風と太陽やん、終盤だけ態度悪くしたな。あ、やっぱお前もう腹立ってもうて、さすがに、うん、いやその心地よくいるために、ああそっかそっか、序盤中盤はうんうんうん、その機嫌取って、うんうんうん、投資する必要がなくなるもんな、自分らへのサービスをよくしてもらうために、うんうん、その大げさにリアクション取ってたんやけど、終盤だけちょっと終盤だけもう機嫌用しても、うん、しゃあないから、うん、もう帰るのにね、うんうんうん、なんか楽しくない打ち上げやったんや。せっかくやのにほんまに濱家のせいで、濱家、うん、絶対行かないでください、うん、行かんほうがええなぁ、マジで。吉祥寺もっとええとこあんのに。店出た瞬間に態度悪かったなぁって言ったもん。ああ、お前店出た瞬間に店の文句言うもんな、大体。うん、三重行った時もな、うん、ステーキ屋松阪牛のステーキ食べた後店出てぼったくりやったなって。うん、気づかしてあげた方がいいよね。じゃあ店の中で言うほな。いやいや、その昨日の店は窓開いてたから、うん、窓開いてたからね、うん、キッチンと外がつながってる窓が開いてたから、聞こえるように言ったんや、態度悪かったなーって、うん、態度悪いお前ら。めっちゃ態度悪かったなー。同じ土俵やんけ、うん、ほんま、せっかく飯うまいんやから。まあ、せっかく飯うまいんやからって言ったよ、うん、あ、せっかく飯うまいんやからもっと態度良くしたらええのになぁ。ちょっと褒めて、うん、あかんとこは指摘して、うん、そうな、食べログの評価とかそれで下がってるんやろうな。めっちゃ大きい。いやいや、分かる。 3.15 でした。あ、そのこれはだから飯だけうまかった人が高評価つけてて、態度悪いなって思った人が低評価つけてるから 3.15 なんやろうな。収束するんやな、うん、別に 3.3 ぐらいあっていい味やったよ。ああ、味はね、うん、うん、大したことないな。うん、まあでもその居酒屋、普通の居酒屋にしては別に、うん、うん、まあまああんまないやん、そう 3.4 とか 3.5 とかないんまないな、うん、3.32 ぐらいの味やったけど、うん、まああれやな、なんかわざわざ吉祥寺まで歩いたんです、日曜日から。それはタクシー乗った、さすがに。ああなるほどね、西荻そんな店ないし、おー、まあまあ大人数、まあ、か鉢合わせる可能性もちゃうし。あー、そっかそっか、うん、なるほどね。じゃあ次から吉祥寺でファンも貼っといた方がいいかも。あーやべ。言うてもた、やべ。あちゃちゃあちゃ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 、あーみんな濱家行ってくれへんかな。俺ら二度と行ってへんから。聖地巡礼されるんじゃん、うん、の方がいいな。濱家にといてほしいな。みんな態度悪かったなって真似したらお前やばいぞ、うん、そうやな、どうしよう。濱家聞いてたら聞いてるわけないって。いやまあでもたまたまその日店員さんね、嫌なことあっただけかもしれんから、いい店か。いやでもワンオペやったよ。ワンオペってことはあいつしかおらんよ。うーん、多分そのバイトとかにも厳しいで。甲賀流やん。そう、甲賀流製麺ね。甲賀流製麺、奈良の近くのラーメン屋、あのスープにこだわりがありすぎて。でもなんか店開けへん日やる。ツイートで見たけど、なんか今あれらしいな、女のスタッフ入ってるらしいな、甲賀流製麺。なんか愛想のいい女のスタッフさんが対応してくれたので、全然雰囲気悪くなかったですみたいな。え、その俺らの話聞いてから言ってない、そいつ。あ、そう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 、だからあの神戸の神戸会場でのライブの後、よう行ったな甲賀流製麺。うん、で、あんな俺ら悪口言ってたのに。そうで、その女の人の愛想良かったです、うん、ただ厨房でおじさんがずっと不機嫌そうにラーメン作ってました。ほらー言ってた。ほらー、そうやねん、あいつ。いやあいつほんま態度悪いからな。態度悪いねん、態度悪いっていうか、目の前でバイト怒鳴り散らすんがマジで気悪いねん、あれ。そう、めっちゃまずなる、めっちゃまずなる。どんだけ、まあ、飯はラーメンは美味しいけど、うん、気悪なんねんな。でもそれで、うん、よう考えたら、その女の店員には強く出れへんねとしたらダサいな、あいつ。ああ、まあそうやな、ほんまに。うん、多分そうなのな。うん、ラーメンがもうそういう味してるわ。うん、うん、なんか
知識で作ってる。うん、そうかも、うん、やっぱ敬愛が美味しいから。ああ、ネギラーメンね、うん、いや、甲賀流はなうん、ま出禁にされるしな、なだせな。え、何それ。え、出禁されたやつもんな、あれ。え、おるよ。マジ。え、 S 君が S って取れ。ああ、あのいやー、できになりそうやなあいつ。うん、多分間違いない。鈴宮春日大好きやけどな、あいつは。多分やけどな、まあ、うん、多分そうなんやけど。あいつ正義やからな、間違ってると思ったことにはもうほんまに間違ってるって言っちゃうから。あ、それ Z 君ね。 Z 君、いや、まあまあ正義の男は S も割とそう。まあまあまあ、そうか。うん、で、うん、あいつは甲賀流製麺でパソコン開いてMac 開いたせいで出禁になった。それ S が悪いよ。うん、いや、おらん気色悪い。うん、なんでそんなことすんの。うん、スタバと間違えちゃったんかな。何のフォローそれ。そのあれぐらいのやつってやっぱり、うん、ラーメン屋とスタバ間違えちゃうとこあるからさよくあるけど、ツイッターで、うん、スタバ来ましたみたいな、うん、ラーメンあげるみたいな、うん、一番しょうもないノリ。うん、オタクくんはやっぱりあれぐらいのオタクくんってやっぱりラーメン屋とスタバをつい間違えちゃうっていうところがあるから。なんか俺がゲロブスとかさ序盤にいっぱい言っちゃったからかもしれへんけど、だから、うん、店の店員の態度が悪かったとかずっとお前感じ悪いこと言ってる。やばいやばい、ハートフルにいかな。ラーメン屋とスタバ間違えちゃう方が悪いやろあれ、あんな普通間違えへんねんから。俺らからしたら面白くないだけで、茶色いだけやで。面白いと思って言って、茶色いです、色で間違えてるわけだ。両方茶色いだけやほんまに間違えて言ってるわけでもないし。最近はなんかそのフラペチーノみたいなラーメンもあるけど、確かに。まあまあ、ポタージュみたいな、うん、なんかな、なんかあるけどね。うん、白い泡があー、あるあるある、あるラーメンとかもあるけど、パイタンみたいな。いやー、やとしてもな、さすがにな。何に怒ってんの。うん、いや、ほんまに間違えてるわけじゃないの。あんまないやろって思うもんな。いやー、ラーメンあんまないやろって。いや、思うもんな。冗談通じひんなお前、うん、まあまあまあね。レンゲ細長くないやろって思うもんな。そうやな。うん、うん、じゃあ、うん、そうやな。うん、髪のストローついてへんやろやし。いや、そう、ほんまにそう、マジでそう。マジでそうって、うん、マジそこはそこほんま思ってたじゃない。うん、スタバで麺食ったことないやろって思う。お前、いや、お前ミスドやないねんからスタバで麺出てこへんやろって思うもんな、うん、やっぱり。ミスド中華置いてるけど。うん、わあ、まあまあまあ、確かにな。そんだけヤマブドウソーダ出てこへんやろって。どうそうだ、あ、ミス、これはミスド。もうミス、それラーメンとミスド間違えてるやつがいたらなってるけど、やばい、分からへんくなってきた。ルール分からなくなっちゃった。分からなくなった。うわ、ミスド一回 ずらそうとして、あ、本当にずれちゃった。ラーメンをスタバと間違えてる人、なぜそう思ったっていう今お題やから。あー、なるほど。うん、え、だね、それは。いや、普通間違え、ミステリー、ミステリー、トンチ、いや、違う、ウミガメのスープとかミステリー。あ、ミステリーじゃない。違う違う違う、そういうツイートしてるやつがおるのが、ミステリーという中でってこと。いや、違う違う、え、これはスタバやっけ。これはスタ、いや、ミステリーという中でスタバと関係ある。あ、ミスドか。え、ミスド、ミスドとコラボしてるだけか。お前ミスド詳しい。うん、ミスドとコラボしてないか。ミスド詳しい。ミステリーという中ではミスドとコラボしてただけか。甘いもん好きやからね、お前。そんなことないわ。そんなことない。そんなことないわ、別に。チョコレート甘いもん好き。甘いもん好きって言ったら。抹茶とか飲むんやから、俺。いや、抹茶、甘いもん好きなやつ抹茶も好きやろ。どうしても。いや、抹茶系のお菓子が好きなんじゃなくて、抹茶とか飲むんやから。甘いもん好きなやつは抹茶味しか食べれへんねんから。もう何言ってんの。え、甘いもん好きなやつは、なんかわけわからんくなってきた。熱いな、カラオケが。頭おかしなりそう。いや、なんか浜田はキャラメルフラペチーノ持ってこられて泣いたんやっけ。いや、違う違う、ミスボフレンチクルーラー。あ、フレンチクルーラーか。あ、もうこんがらがってきた。
からがりすぎやろ。お前分かって言うてるし、スタバマジでむずい。お前ミスの、もう最初のお題がラーメンをスタバやと思ってる人なぜそう思ったから、今ミスドのことスタバやと思ってる人なぜそう思ってる、変わってる。うわ勝手に遊び出した。マジか。ちょっと訳分からんくなってきたな。残りもう5分ぐらいですわ。え、なんかうん、なんかスタバでなんか紙ストローをペロペロ舐めたやつが炎上したんやっけ。それスシローな。あ、スシローか。増えた増えた。うわ増えた、増え、増やしてんねんお前勝手に。うわ、スシローかこれ。それ、そう、醤油差しをチロチロしてたのがペロペロしてたのがスシローね。あ、そうか。うん、え、もう全然分からへんくなってきた。どれがスタバか、うん、どれがスタバか分からなくなっちゃった。うんうん、え、なんかクイズ、スタバで、うん、そのコーヒー入れるときに、うんうんうん、そのお湯出るところとがそのなんか手洗うとこと間違えちゃうみたいなのは、それ回転寿司やし、そのおスタバにお湯出るところってない。あ、ないか。回転寿司、これ寿司ローか。そういう寿司ローやな。あー、もうくら寿司でもいいし、くら寿司でもいいよそれって。あ、くら寿司でもいいんか。うん、かっぱ寿司でもいいよ。ビックラポンデリングってあったっけ。ビックラポンそれないな。あ、ない、それない。ビックラポンがくら寿司で、うん、ポンデリングがミスだよな。見えてへんかもしれへんけど、もうすごい頭かきむしってほんまに苦しそう。ちいかわとコラボしてたのって一覧やっけ。それ何。あ、これくら寿司か。これビックラポンか。お前コラボ詳しい。お前なんで詳しいねん。ちいかわとコラボしてたんや。なんでほんでお前自分から今進んで一覧増やしたん。もうやばい、あ、やばい、やばいって全然わからへん。やばいやばい。え、フラペチーノ集中カウンターは。それ一覧やってた。あ、一覧か。お前がさっき増やしてた。あー、味集中カウンターね。フラペチーノ、フラペチーノはスタバで、味集中カウンターは一覧。あ、そうか。うん、これ全然増えすぎてる。ええー、わからん。もうスシローは味集中カウンターなんやっけ。スシローは普通のカウンターテーブル。あ、そうか。一覧にしかない味集中カウンター。自習室とかね。5打数7安打打ったのはそれ一郎や。あ、一郎か。それ一覧、それ一覧でもない、一郎よ。あ、一覧とスシローにめっちゃなっちゃった。一郎の有名な伝説、5打数7安打。これ一覧とスシローがごっちゃなってたわ。スシロー、一覧と一覧、スシロー、一郎で今お前もう一覧とスシローのこと考えすぎて一郎のあるある言っちゃった。ずっとお前これ楽しんでるやん。ネクストバッターズ集中サークルは、それネクストバッターサークルやから野球やな。ああ、そうか。集中サークル、ああ、もう訳分からへん。もう怖い。もう頭やっぱギチギチなんだ。手前の引き出しは野球入ってんねんな。そういうこと。ああ、そうかもな。そういうこと分かったわ。ああ、もう多分これ以上喋ってたらお前次多分エッチの引き出し開けちゃうから。今ほんまなんか手前の引き出し3本間で挟まれたみたいになってたわ。3本間、うん、3本間、3、うん、3本間、そう、3塁とホームの間を挟まれたみたいになってたわ。もうこんがらがってもうて。おお、まあ、ネクストバッターズリングっていうのはドーナツやっけ。かわいそう。ネクストバッターズサークルが野球で、うん、ポンデリングがミスだよな。あ、そっか。ああ、もう最後1個厳選してお便りとか読んだら。もうああ、もうむちゃくちゃなっちゃったな。なんか俺もどうしよう、明日からの仕事に。カラオケの話とかある。カラオケの話、あ、つなげってこと。うん、カラオケの話とかある。
カラオケの話か。前せっかくカラオケに来てるわけやし歌う？そのアイデア官僚はさ、ドーナツホールとか歌う？アイデア官僚は？うん、その俺って浪人したやん。ああそうね、うん、浪人した後お前なんかめっちゃ煽ってくる曲カラオケで歌ってきたよな。え、何やっけ？え、一緒に歌ったやつ？フジファブリックの桜の季節、エイプリル。エイプリルか。何やっけ。俺だけ現役で受かって、うんうん、その、うん、俺が浪人して、うん、で、エイプリルっていう曲歌ったよな、うん、どんな歌詞あったっけ。ちょっとエイプリル歌って終わるか。じゃあカラオケってさすがに音侍では流せへん、 YouTube では流せへんのやっけ。あー、ダメっちゃう。あんまり聞いたことないもんな。だってうわ、ゲボ電波歩いて、ここ近いから。あ、出てきた、フジファブリック、エイプリルね。それめっちゃ覚えてるわ。うん、いや、あと桜の季節も普通に歌われて。あ、桜の季節過ぎたら遠くの街に行くのかい。お前が行くねん。俺の今年。あ、すごい、いい加減せえと。愛の手史上一番悲しいやん。カラオケの愛の手史上、俺は残んねん、お前が行くんちゃうんかい。うわ、お前が歌うんかいやったな、あれ。神様は親切だから、神様は親切だから、僕らを出会わせて、俺は出会ったよ、中1の時ね。神様は意地悪だから、意地悪、僕らの道を別々の方へ。めちゃめちゃいじってくれたの。お前振り返らずに歩いていった、その時僕は泣きそうになってしまったよ。どっちのセリフやん。それぞれ違う方に向かった、振り返らずに歩いていった。ほんまでいいかしらよ。腹立ったわこれ。何かを始めるのには、2番入ってん、何かを捨てなきゃな。お前、俺のこと捨ててる、俺のこと捨てなきゃなって思ってたってこと。うん、割り切れないことばかりです。僕らは今を必死にもがいて。お前は明るい未来に歩いてってるだけやのに。あ、面白い。こっちやねん、もがいて、いじってくれたの。俺お前と顔を聞きたらそれ今でも思い出すわ。そうや、エイプリルやん、うん、そうや、桜の季節のことばっかり思ってた。また春が来るよ。そうしたのならまた違う景色がもう見えてるのかな。一応合格祈ってくれてんかい。うん、いいですね。いい曲やな、ほんま。またね、気持ちよく歌ってもらう。二人の道がね、うん、別々になっちゃってね。お前、ありえんぐらい笑顔で歌ったからな。うん、別れの曲。面白いね。面白いね、うん。めっちゃくちゃニコニコで歌った記憶ある。腹立つわ。うん。覚えてるわ、ジャンカラで。え、そんなとこで歌ってた？ヒッターまで行ってやる。そうなんや。ほんま。終わりますか。うん、はい、というわけで、スタバ侍でした。うん、浪人生の浪人が決まった友達がいるみんなはエイプリル歌わないようにね。うん、傷つくから。あざしたー。